狙い中段っぽかったですか。中段で、そうですね、まあ行ったところを、うん、ドンと行きますって感じだったんですけど、ちょっと小野さんとかと前もあの、うん、伊沢君がさあのそこにいてくれなくて、うん、まあ、矢口が前上がりますかっていう、うん、いろいろね、前行こうって感じで、うん、まあ、前だった時はもう遅かったら突っ張る振りとか、うん、前受けの作戦を決めといたんで、うん、後ろよりは良、うん、かったな。ただやっぱ引くのに結構時間がかかったり、うん、まあ、みんなもなかなか引き切らないようにこううまくスローにされて、まあ、あとはみんな安定狙いで前々に来てて、西川さんもすごいやみたいな、うん、じゃんでじゃんで粘れってでかい声でやれたんで、ちょっと一回避けてから考え、結構スピード差あったんで、うん、かわせたんですけど、手にぶつかるよりは、まあ、そこはつけたんですけど、うん、ホームもう一回矢口につき直したときに下見て、うん、内外みんな来たのが見えたんで、ちょっと外だけだったら、うん、なんかできたりしたかもしれないですけど、ちょっと内側刺したまま、うん、もう一回ぶつかられちゃうなと思ったんで、まあ、ちょっと初めての経験、内外ぴったりこうピコンだったんで、まあ、危なかったんですけど、まあ、まあそこ踏んでいかないとちょっともう前に、そうですね、うん、昨日よりちょっと1ミリぐらいの話なんですけど、うん、サドルをいじったりして、うん、新しいシューズの感じも、うん、あの今日は、ま、あの走りながらマッチしてる感じもあったので、うん、また明日以降楽しみですね、はい、まあ、矢口がもう絶対行くっていうあの、うん、気持ちが、はい、仕上げてくれた方がいいと思うんで、いい形でその分純潔に活かせるような、そうですね、うん、はい、まあちょっと本当に矢口の割と、うん、もういいじゃん、どこで剥げちゃった、剥げちゃったか分かんないんですけど、うん、またホームぐらいは結構ついていったけど、こちらさんに絡まれたみたいな、そうですね、危なが伊沢君もちょっと一歩間違えれば、うん、出んところ来る感じが、うん、ジャンの参考のあたりあったんで、そこちょっと落ち着いて、うん、矢口に刺しながら回れたのが良かったですね、はい、なんとか難関で順調戦えるように、そうですね、はい、うん、よかった、よかった、よかった、はい、ジャンク嬉しいです、大丈夫。